地味だけど効果絶大。戦国時代、合戦の合間に繰り広げられた嫌がらせの数々。戦国時代といえば日本全国で繰り広げられた合戦をイメージしますが、一口に合戦といっても、最初から最後までずっと戦っていたわけではなく、その準備や後始末、食事や睡眠といった休憩なども当然必要でした。また、何も考えずに猪突猛進しては敵の罠に陥ることもあり、戦局を有利に展開するべく相手の出方を伺うなどすれば、戦線が膠着してしまうこともままあります。そんな状況を少しでも早く打破し、かつ敵にダメージを与えるべく、各勢力は様々な嫌がらせ、もとい挑発行為に勤しんだのでした。一体、どのようなことが行われたのでしょうか。言葉で戦い。文字通り言葉で戦う。要するに悪口ですね。子供の喧嘩じゃあるまいしと思うかもしれませんが、現代でも図星を当てられるとついカッとなってしまうことがあるように、意外と効果はあったようです。また、戦いの正当性を否定して動揺させたり、白熱した相手がつい機密を漏らしてしまうように誘導したりなど、単なる罵倒のみならず、巧みな話術も工夫がなされました。言うだけならただではありますが、逆に敵に話術に引き込まれてしまわないよう、心理戦が繰り広げられたことでしょう。狩働き。敵の領内で戦っている際、田んぼや畑に実っている稲や麦などの作物を刈り取ってしまうことで、敵からはかりだ狼藉などと呼ばれます。自軍の食料が増えるし、仮にまだ食べられなくても、敵の兵糧を減らし、経済力を落とせる一石二鳥の戦術と言えるでしょう。よく他人の金で食う焼肉はうまい、などと言いますが、戦国時代であれば敵の領地で刈り取った米はうまい、などと言ったのでしょうか。焼き働き。要するに放火、つけ火ですね。焼き払うのは敵陣が理想ですが、それが難しければ田畑でも民家でも、何だったらそこら辺りの森林だって構いません。炎というものは、きちんと管理できていれば見ていて心を落ち着かせてくれますが、ひとたび制御不能な火災となると、実に心をざわつかせてしまうもの。不安から興奮状態に陥り、それが敵の混乱を招いてくれれば閉めたものですが、風向きなどに注意しないと、かえって味方を混乱させてしまいかねない諸刃の剣。耕し。耕すの語源ともなったこの行為、土を掘り返して田畑の作物が育ちやすくするだけでなく、作物を刈り取るほどのメリットはなく、また焼き払うほどのお手軽さにも乏しい。こんなことをなんでやるのかといえば、敵に与える心理ダメージの大きさでしょう。せっかく育てた作物が一面の黒土にされてしまった時のショックは、単に作物の損害のみならず、嫌がらせのためだけに、よくもまあこんなバカバカしいことをというげんなり感も加わり、想像するだけでも気の毒になってしまいます。乱取り。なんだか柔道の稽古みたいですが、漢字で書くとその本質がよくわかりますね。要するに略奪です。近隣の村落や城下町に乱入して、金目のものでも家畜でも女子供でも手当てたり次第に奪い取る許可を与えるわけですが、一般的に高価なものほど厳重に管理されており、リターンには双方のリスクが伴いました。こういう時に何を奪ってくるかによって性格や能力がわかるような気がします。印字打ち。単に石を投げることで、これまた子供の喧嘩じみていますが、石つぶてといっても当たりどころによっては骨折や失明、最悪の場合死んでしまうこともあるため、くれぐれも油断は禁物です。一説には、戦国時代における死傷者の約 11% が投石によるものという研究もあります。石をより遠くへ強力に投げられる要望や革紐などを使った道具も使われ、単なる挑発の域を超えて戦闘の場面でも活用されたことが知られています。一応、合戦の膠着状態を打破するために行われた嫌がらせや挑発行為を紹介してきましたが、
およそ正々堂々とはかけ離れた振る舞いの数々にうんざりさせられたことでしょう。しかし勝たねば生きていけない戦国時代、そう上品にばかりやっている余裕もなかったことでしょう。いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。